はい、というわけで忍者戦隊カクレンジャーより全デラックスロボで遊んでみたレビューいかがだったでしょうか。今でこそ忍者モチーフって結構あるんですけども、これが一番最初の忍者戦隊でしたね。こちら無敵将軍は5体のロボットが合体してなるんですけども、その5体がそれぞれ大体サイズが一緒っていうのが素晴らしいですね。大体こういった同じ等身のロボを合体させようと思うと、まあ、手足組が小さくなって胴体のロボがでかくなっちゃうんですけど、まあ、そこを見事にね、大体同じサイズに揃えるっていうのは素晴らしいですね。こちらのアクションフィギュアみたいなシリーズがありまして、こちら獣将ファイターといって、劇中では分身の術みたいな感じで使われてましたね。すごい身軽で軽快な動きが特徴でした。番組後半ではこの無敵将軍から隠大将軍に乗り換えるんですけども、こちらは一点モチーフの動物がメインのロボになってますね。無敵将軍と比べるとかなりスマートで かっこいいプロポーションになっていると思います。特にね、このゴッドガンマーの変形が面白くて、カエルさんの手が膝のところに収納されるっていうのが面白いですね。こちらのゴッドクマードも、まあ、前足が中に格納されるっていうのが結構面白かったですね。で、こちらの忍者マンは青2歳って言われると怒っちゃって、まあ、サムライマンに変身するんですけども、忍者が強化されて侍っていうのがちょっと謎だなって今でも思いますね。変形は瞬間変形になってまして、特にこの頭部のくるっと回るところのギミックが秀逸でしたね。で、最後にこのツバサマルなんですけども、まあ、こちらは LED とサウンドギミックが内蔵されていて、しかもこの無敵将軍と隠れ大将軍と合体できるんですよね。で、無敵将軍になった場合はこの翼の先端があたかも大砲みたいになっていて、とても強そうでしたね。こちらの隠れ大将軍にくっつける場合は、まあ、背中にね、翼を背負うという王道の合体になりますね。で、こちらの玩具の思い出のというか、まあ、手を加えたところはですね、こちらの重傷ファイターのバトルローガンがかなり色が褪せてたので塗ったんですけども、まあ、ガンダムマーカーで塗った後に上から、トップコートでコーティングしたせいか、なんか若干ところどころ白くなってしまって、これはまた塗り直したいなと思ってるところですね。で、こちらのツバサマルは、まあ、2000円で購入したんですけども、色は褪せてるしシールは剥がれてるしで、で、音は鳴らないっていう状況だったんですけども、まあ、自分で配線直したりですとか、まあ、塗装し直したり、ここのね、模様も全部塗装でなんとか頑張ったりとかしてね、もともとここメッキなんですけど、ここも塗装したりとかしてなんとか遊べるように持ってきましたね。で、電飾も直した結果、まあ、鳴るようになったんですけども、なんか砲撃モードの時はここ押せば砲撃鳴るはずですが鳴らないっていう状況になっちゃってて、ちょっとここは謎ですね。ちょっと前まで鳴ってた気がするんですけども、ちょっと鳴らなくなっちゃいましたね。こちらの忍者マンはこの剣がついてたんですけども、これが結構メッキが剥がれてヨロヨロになっちゃってて、なんかもっといいのにしたいなってことで、まあ、3D プリンターで剣を作り直しましたね。これが 3D プリンターで作った剣で、もともとこのグレーの色だったんですけども、塗装して剣っぽくしてます。で、中には一応真鍮線を通してあって、中には真鍮線を通してあって補強して曲がらないようにしてますね。で、こちらの鞘のところで言うと、この金色の部分、このパーツが欠品だったので自分で 3D プリンターで自作して作りました。あとは奥の無敵将軍、まあ、頭部のシールが取れてたんで、黄色で塗ったりですとか、あとはエッジアイズのね、このレンズをここに貼り付けてますね。で、シールは結構剥がれたんで、ここも全部塗装で再現してますね。ここも塗装で再現してます。このメッキの剣もね、結構メッキ剥がれたんで、ここの部分、劇中通りにシルバーに塗り直して、塗装剥げをうまくシルバーで隠してますね。まあ、こういった形で自分で手を加えると、愛着も一層湧きますので、まあ、手をかけただけね、大事にしたいなって思いますね。これからも大事に遊んでいきたいと思います。というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録や高評価、X のフォローなどよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ラスバでした。